れ、もう来てたんだ。じゃあ早速出発するか。私を誘ってくれるとは嬉しいね。こういう身を隠せるもんがない場所は獲物に近づくのが難しいんだよな。このご時世、貴族だの平民だの言ってる場合じゃないと思うんだよな。すごいじゃん。村の人に借金までして入った士官学校がすぐ終わっちゃって本当にがっかりしたよ。どうにか傭兵になったものの、見習いじゃ全然稼げなくてさ、最初は大変だったよ。なんだよ、人の顔をまじまじと。まあ減るもんでもないから別にいいけどさ。髪をきれいに結い上げるとか私には難しくて無理だな。できる気がしないよ。体格に恵まれてるわけじゃないから、力よりも技で勝負できるようになりたいな。わかった。どうも。訓練でもするか。次はもっと獲物がいそうなところに行こう。じゃあまたな。